野村八和古墳は、徳島県三馬市は基野村にある古墳。形状は、円墳と推定される。徳島県指定史跡に指定されている。野村八和神社が像右端に、野村八和古墳。徳島県西部、吉野川中流域北岸の菓子団球の先端部に、築造された古墳である。野村八和神社境内に所在し、これまでに、墳球の南西宮が、 神社社殿造営に伴い作兵を受けているほか、1980から1981年度に測量調査が実施されている。噴景は円形と推定され、復元規模で直径約30メートル、高さ約6メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方に開口する。原室の平面型は銅針形で、原室の天井部は、 ドーム状の形態であり、建室の奥壁には石棚を伏すという典型的な段の塚穴型石室であり、段の塚穴型石室としては段の塚穴古墳群の太鼓塚古墳に次ぐ規模になる。出土品としては末期編がある。この野村や渡古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。段の塚穴古墳群の太鼓塚古墳、棚塚古墳と共に、 吉野川中流域における代表的主張母に位置づけられる。古墳域は1978年に徳島県指定史跡に指定されている。石室原質奥壁方向。奥壁中央に石棚。主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、南方に開口する。石室の規模は次の通り。石室の開口部が改変を受けているため、 本来の石室前兆は、さらに約3メートル伸びると推定される。原質の奥壁、天井石には、結晶変岩の巨石が使用され、左右両側壁には、砂岩の自然石が使用される。原質の平面型は、中央部が膨らむ遠張り形である。原質天井部は、天井石が斜めに、階段状に持ち送られることによるドーム状の形態と、し、原質奥壁には、 結晶変岩の平石による石棚を伏す。原門部には仕切り石2枚を配する。沿道部では、砂岩の自然石による排水溝が露出するが、徳島県内では排水溝の類例は少ない。銅場に平面形、ドー無状天井などを特徴とする形態の石室は、三馬地域の古墳で知られており、段の塚穴古墳群を標識古墳とする、段の塚穴型石室と捉えられる。 その中でも本古墳の石室は段の塚穴古墳群の太鼓塚古墳に次ぐ規模になる。ただし段の塚穴古墳群の太鼓塚古墳、棚塚古墳ではほぼ結晶片岩のみで構築されるのに対して本古墳では側壁が砂岩で構築される点で大きく異なる。ありがとうございます。